マルクス・ユニアニウス・ユスティヌスは、ラテン語での著述を残したローマ帝国の歴史家。エピトメ・ヒストリアラム・トロギー・ポンペイ・ユスティヌスの名は彼、自身が記した、歴史書のタイトルに載っているものだけが示しており、彼自身の経歴については詳しく知られていない。ユスティヌスの著書、ピリッポス氏は、ポンペイウストログスによって、アウグストゥスの時代に書かれた長編である。 エストリフィロペキイトーティアスムンディオリジンヌイテラエ、シーチューズの中の最も重要で興味深い節の要約であると、その序文で彼自身により表現されている。ユスティヌスが生きた年代は明らかではないが、トログスの後に生きたことは間違いない。ユスティヌスは世界がローマ人とパルティア人で二分されていると書いており、これはおそらくトログスの時代のことであり。 サーサー・ン・アサが交流した3世紀以降では時代に祖語が生じる。ラテン語の変化は緩やかだったが、ユスティヌスの言葉は2世紀の時代のものと見られている。ロナルド・セームは、ローマ皇帝群像が編纂された直前の390年頃と主張しており、読み手が蒸気の部分をトログスの時代を表すものであって、彼ら自身のものではないと理解すれば、 時代錯誤は生じないという。トログスの原文は失われているが、プリニウスをはじめとする著述家によって文章についての議論やプロローギーがまとめられている。トログスの著書における主題は、マケドニア王朝の歴史と交流についてだったが、ユスティヌスは、かなり本放で、本筋から外れた手法で記しており、ありふれた適応書ではなく自由な先週にまとまっている。 ブリタニカ百科事典の第11版では、彼の歴史書は価値のある情報を十分含んでおり、その文体は完璧には、ほど遠いが明快で上品であるとしている。この書は中世で多く使われたが、著者は時折、ユスティノスと間違えられていた。サイム、ザ、デートオブ。 ジャスティンザ・ディスカバリー・オブ・トロガスイストリア37ピアニッシも358から371ありがとうございます